皆さんこんにちは、たかはやチャンネルへようこそ。今回は実家で撮影ということで、いつもと違う感じで撮ってるなり。ゴールデンウィークですもんね。実家に帰ったらメルカリさんのボックスが2個とスペシャルセットがあったから開封するなり。いいの開けても自分のものではないですけどね。まあ開封できるだけ楽しいなりよ。しかもスペシャルセットは初めての開封ですもんね。スカーレットから見ていくなり。スカーレットといえばやっぱボタンだな。ワイは1枚持ってるけどな。自慢ですか。そうだ、自慢なり。ボタンは SAR も SR も持ってるぞ。珍しく引きが良かったんですわね。その珍しくは余計だな。スペシャルセットは当たりやすいって言うけど本当かしら。おそらく都市伝説だな。バイオレットに期待。なんか何にも出ない雰囲気ね。そういうこと言うのやめてもらっていいか。何も出なくても後にボックスありますからね。まだ気持ち的に余裕があるなり。気を取り直してスノーハザードを開封。ボックスを開封するのってなんでこんなに楽しいんでしょうね。ほんと幸せを感じるな。そんなので幸せを感じるなんて羨ましいですわ。なんか嫌味っぽいな。ドキドキタイムの始まりですわね。今更だけどメルカリさんってかなりギャンブルだよな。そうね、再シュリンク品が蔓延してますからね。以前に再シュリンク品詐欺にあった動画は内容案から。ああいう人を騙してまでお金を稼ぐ人の思考ってどうなってんだろうな。正常な思考の人には一生わかりませんわよきっと。あと高確率で当たれます的なパックも売ってるな。あれ本当に当たるのかしら。当たるわけないだろ。あんなのが当たるんだったら自分で引くわ。普通ブルって書いてあるんだが、これってそういうことだよな。ここは一度深呼吸してと。今日はじらすわね。もうあれしかないと思いますわよ。とりあえず下から見てみるなり、間違いなく SAR だな。それでは行くぜ。えい、ブルーじゃ SAR。 トップレア引けましたわね。自分のカードじゃないけどこれは嬉しいなりね。大当たり。チャンネル登録よろしくお願いします。鳥はトリプレッドビート。いいのが引けたのでここが安心して開封できますわね。ここもトップレアを狙っていくぜ。いつにも増して暴欲ね。これは欲望の塊だからな。さて何が出るのか楽しみですわね。ちなみになんだが、ワイはキャダ SAR も持ってるなりよ。また自慢が入りましたね。絶対言うと思ったなり。まあまあ仲良くしましょう。別に喧嘩してるつもりはないなりよ。キャダ SR は持ってなかったから安くなってる今。シングルで購入したなり。いくらで購入したの。7000円なりよ。だいぶ安くなったわね。今が買いだろ。ワイは結構あのイラストが好きで前からずっと欲しかったなり。安く買えて嬉しいなりよ。安くなるまで待ってよかったわね。あっという間に残り半分ね。最後にもう一度見せ場を作りたいなり。普段は参加型の開封動画を投稿してますので、よかったらチャンネル登録お願いします。不定期でプレ企画もやってるなりよ。それは登録するしかないわね。ついでに高評価もよろしくお願いします。なんか SR っぽいのが見えたんだが、上から見てみるなり、間違いなくサポートの SR なりね。これは最後に見ましょうか。サポートは全部で4種類なので4分の1の確率なりね。キハダ一点狙いですわね。さあ緊張の瞬間なりね。この次ですね。